本にとっても2年前海外に対ナバロも試合あーっと左中段回し蹴りガードはできたがナバロ右の上段に持ってきた突きから後ろ回し蹴りおーっと竹岡下がらないナバロが、はい、35歳、おーっと左上段だ、そして後ろ回し蹴り竹岡の守備はどうでしょう、守りはやっぱりあの動きが止まっている分、相手のやっぱりフォローを止まり始めてますよね。ああそうですか、ナバロもしかし先ほどはガードが下がっているところもあるという柳澤さんの指摘もありました、はい、左上段ちょっとずつ入り始めてるか、もう踏ん張りどころですよね。ああどうですかね、再延長戦の2分間に入っています。続いては上層の桃太郎安嶋恭平対ヨーロッパ王者ナバロ。上層支部安嶋恭平が止められるか、勝てばベスト4という戦いです。まずは最初月のラッシュを見せてこようかという、では準々決勝で苦杯をなめた安嶋です。そういう意味では自身のもう一度リベンジ、自分自身への雪辱という意味もあるかもしれません。残り1分を切りました。ヨーロッパの代表する強豪ナバロの足を止められるか。日本の安嶋前に出てきた、ナバロが前に出てきました。柳島さん、ナバロは間違いなく終盤には出てきますね。絶対出てきます。そのラッシュを間の序盤安嶋が限りなくポイントに近い大技を出しましたが、結果副審は一本の旗が上がらず、柳島さんの目には3分からどう見えましたか。いや、まあ、あっと少し状態揺らしてきました。ここは距離を取る、安嶋が距離を取った、そして突き、ここからナバロは出てくるか。残り1分を切った攻防になります。延長戦の2分間、左の膝上段だ、左膝、これ危ないですよ今、はい、また左上段膝が入った、ナバロ技あり。準決勝第2試合はヨーロッパ王者ナバロ対森を破ったサドボカゾフ、ナンバー128を任された森善十郎の夢を打ち砕いたダルベン・サドボカソフと、その息吹みたいなのも感じているのも事実だと、ね、はい、いうふうに話をしていました。これから日本の逆襲を任されるのは新たであり、もちろん森の挑戦もまだこれから続くでしょうし、そのことをもう一度かみしめる今年の全日本、史上初の決勝戦になりました。アメリカでの雪辱を晴らすんだという思いもあったでしょうね。もちろんそれは見てても感じますよね、そういう、はい、この決勝戦でお前と当たるために、あ、飛び後ろ蹴り、さあこの決勝戦全日本外国人同士の対戦、下段から中段、そして後ろ回し蹴りを見せましたナバロ。よくまた分かんないですね、本当にさまざまな蹴りの下段回し蹴り、下段ですね、この下段回し蹴り力入ってますね。それに対してアレハンドロ・ナバロも歯を食いしばって前に出る。ここまで来たら優勝をつかみ取りたい両者、投げ切らなかったですね、まあ、それを受けてまたナバロにとってもさらに気合が入ることになるでしょう。さあここは右に動きながら細かく突きを打って、そして下段回し蹴りを放っていくナバロ、そしてこの力の入った右の下段回し蹴り、高輪勢この決勝戦下段回し蹴り、そして後ろ回し蹴り、非常にあの下段がいいですね。いいですね。ただこれ粘られてしまうような展開になってしまうと、もうナバロの方が有利ですよね。なるほど、本戦延長戦いずれも旗が1本白、カパナーゼです。いや、成島さん、はい、全日本の決勝としてはですね、カパナーゼの内股下段回し蹴り、ナバロここ来てますね、はい、聞いてますか。来てます、来てます、はい、あ、この下段回し蹴り、さあナバロとしても去年の世界大会、そして今年のオールアメリカン、自分を退けたのはこのカパナーゼ、ぶつかっていきます、全ての思いをぶつけていきます。しかもカパナーゼはこの最延長に入ってからも飛び後ろ蹴りを見せたりですね、何かこう試合よく見ていますよね。そうですよね、こうやって試合を一つ大きく見ることができるようになったんだという話をしているのはカパナーゼ、成長しています、肉体的にも精神的にも成長しているカパナーゼ。さあ残り30秒、ナバロにとっては5度のヨーロッパ大会制覇という実績があります、ヨーロッパのエジガール。さあ
ッシュに入る両者。カパナージュはニコラシビリに追いつきたい。そのためにはこの全日本タイトルを取っておきたいところ。お互いに月のラッシュを見せていきます。あとわずか。全日本再延長戦、決勝が終わりました。決勝の組手が終わりました。旗判定になります。白か赤か。白カバナーゼ、赤ナバロ。判定は赤4本。勝ちました。ついにアレハンドロ・ナバロ、この全日本の決勝という舞台でゴデルジ・カパナーゼを下しリベンジ成功です。第44回オープントーナメント、赤い花が4本上がった瞬間にですね、優勝者はナバロの表情が緩んだ。そしてやっと思いがアレハンドロ・ナバロ選手に決定しましたという表情だったんですけど、いかがでしょうか。やっぱり彼が持ち味ずっと出し切ったということですよね。日本にとってはこの全日本のタイトル、外国勢に連覇を許す形になりましたが、今回の大会ではこのスペインのアレハンドロ・ナバロが制しました。今松井館長とマッチをがっちりと交わしました。ナバロもですね、世界大会なかなか上位の方に、まあ、行くことは行くんですけど。